皆さんこんにちは。飛び蹴りチャンネルのお時間がやってまいりました。飛び蹴りチャンネルおなじみのホッタです。おなじみなんですか？ティーポーズ。おなじみなんですか？おなじみです。はい。ありがとうございます。僕以外今のところ多分出演してないと思うんで。ああ、そうですか。はい。お願いします。じゃあ今日は、まあなんでいつもグラウンドで撮ってるさなかね、こんなところで撮るかっていうと、飛び蹴り1の全国大会の出場チームも全チームで揃いまして、組み合わせの発表をしていきたいと思います。今日は普段ね、グランドのところしか撮ってないんですが、東京の事務所の方で撮影スポットとして。でも外にいる波に黒いですね。いや、ほんとね、この先週もすごかった。それでどうしたんですか、その角刈りは。ちょっと横向いてもらってもいいですか。どうですか。おー、まあ、かなりさっぱりして、はい、いいですね。撮影に向けてちょっと来てみましょう。気合を入れて。気合入れて。素晴らしい。気合が入りすぎました。素晴らしい意気込みで。なるほど。今日はもう一回何を。そうなんですよ。今日は、はい、もう予選大会も終えて、早速本大会の方で言うと、U10、はい、飛び蹴り1の方が、7月の16から18まで、山梨県の椚平で、開催が決定しておりますので、はい、組み合わせの方を発表していきたいと思います。ありがとうございます。いや、組み合わせ発表会っていうことですね。そうです、今日は組み合わせ発表会です。じゃあその前に飛び蹴り 1U10-2022 の、あの概要を教えてもらってもいいですか。はい、まあ先ほど日程もお伝えしたように、はい、7月の16から18日山梨県の椚平で、24チーム、うん、はい、が、全国各地から出揃いまして、行います。で、レギュレーションとしては基本的には15分ハーフで、はい、はい、行います。で、予選リーグを終えて決勝トーナメントの方は、同点の場合は PK 戦での、うん、順位決定となりますので。どんなグラウンドなんですか？行ってきました。あ、行きました。どうでした？天然芝のスタジアムみたいな。天然芝、うん、ああいいですね。がメインにあって、でトレーニングマッチとウォーミングアップのスペースのところも、うん、まあ、天然芝で、まあ、そこはこうサブグラウンドで、うん、でまた本線のところやる、あと人工芝も一面そこね、うん、あるから、うん、まあ、すごくスタジアムチックなところなので、うん、多分感染者もそうだしね、やる選手も結構興奮するんではないかなというような、うん、しかもエリア的にやっぱり涼しい方のエリアですよね。そうなんです、涼しかったな、うん、いいですね。いや、そうね、もうほんとこう最近暑すぎ、暑すぎるから、ね、いや暑すぎる、暑すぎてそんな色になっちゃった。焦げてこの週末でこんなことになって、いや、そうそう、もう多分7月を迎えている。怖いですね。そうです、ちょっと日焼け止め塗りまくってみんな気をつけてやらないと。で、だからまあそれこそね、この7月16から18って多分間違いなく暑いのはね、うん、考えられるんで、ちょうどいいところで避暑地で ね、 でね、結構芸能人の人もね、別荘地で使うぐらい涼しいから、うん、それはそうですね、うん。じゃあ早速、ディアーって言っちゃったけど、ディアー早速 A グループからいきましょうか。もう発表しますか？発表します、組み合わせ。まあ概要としてはそうだね、まあ15番フのところ話したし、うん、あ、今回、うん、なんとすげえ大変な調整したけど、うん、有観客で開催します。 ありがとうございます。いや、ありがとうございます。もうほんとそこが一番僕は、まあ、ね、駐車場には限りがあるけども、そう、もちろん駐車場限りがあるけど、基本的には、はい、制限はしないと。そうです。なんで皆さん、ちゃんとルールを守った上で、うん、観戦していただければ、そうですね、いいか、ありがたいなと思いますんで。そういうなんか情報はどこで見たらいいんですか？その情報はサイトに載せてくれる。はい、まあサイトに載せましょう、うん、うん、各チームさんへは案内はするんですね。もちろん各チームの代表にはアナウンスするので、はい、そのルールっていうものをしっかり遵守していただいて、うん、ね、施設の方もいやー縦にすぐ簡単に振らなかったからね、まあ、それぐらいね、うん、やっぱこう規模も規模なので、ね、皆さんが見ていただけるようにご協力をお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。組み合わせ、はい、今回は、グループ分け A から A から A、B、C、D、E、F F グループまで F グループまで、4チーム6ブロック。なるほど、はい、じゃあ1グループが4チームで。そうです。で、その予選2日間の大会でしたっけ？3日間の大会、うん、
3日間です。で予選のグループで1位になったチームが決勝トーナメントに行けると。そうです、そうです。なるほど。それはまあ別途見てもらってね、組み合わせとして。そうなんですよ。この動画の後に公式サイトの方でも公開されますよ。あ、公式サイトの方でも、はい、アップします、うん、じゃあ行きますか。行きましょうか。行きましょうか、うん。今回でも予選大会から上がってきたチームが、うん、私たちもあのね、リポート行きましたけど、はい、4チームいますから、4チームいますから、はい、これがまたね、そうなんですよ、楽しみな。そうなんですよ。もうそれ以外のね、本大会のこう出場チームっていうのは、うん、まあそんなに見てないからね、うんうん、予選大会のチームは2日間でがっつり追っかけて、そうですね、あの動画までね撮らせてもらってるんで、めっちゃ強いチームいっぱいいたもんね。めっちゃ強いチームいた、どこに入るかですね。いや、じゃあ行きましょう。行きましょう。 A グループ、では早速、はい、A グループ、まず最初、はい、はい、府中新町 FC 東京都、はい、続いて SLA 鈴鹿フットサルクラブ三重県、三重県、はい、これ予選大会のチームだね、はい、はい、FC アロンザ愛知県、愛知県、はい、最後 A グループ最後パレイストラ U12 群馬県、はい、いやー早速ですがこれもまたね、愛知、群馬、三重、東京、うん、今この辺に出てるのかな、じゃあ組み合わせのあれがここら辺出てる、ここら辺に、うん、出てます、出てるでしょ。左はないかもしれない、左はない、右ね早速この、今お伝えした、ところで言うと初戦府中新町と SLA が初戦対戦して、はい、うん、FC アロンドとパレイストラが対戦することになるんだけども、うん、まあ午後から今大会、スタートするんですけど、結構ね皆さん移動も最初初日なので、ああそれはありますよ ね、 からね、毎年その予選大会の時もそうだけど、そうなんだ、立ち上がりがね、そうなんだ、うん、でこれね、なんと初戦のカード、まあその府中新町と SLA なんだけど、はい、昨年府中新町優柔、うん、覚えてます結果、覚えてません。覚えてません。はい。覚えてるんですか。覚えてますよ。はい。前回の決勝リーグだったんですよ、3チームの。はいはいはい。そう。で、トリアネーロ町だと、うん、府中新町と、うんうん、ドリーム。ああ、そうね。動画ありますね、それも。そうだよね。うん、確かその3チーム、ね。試合映像が。そう。で、やっぱ府中新町はね、本当そういう移動とか、うん、まあ、そういったものにもね、遠方にいつも出てるってこともあるから、すごくタフでね。うん、いやだからそこの初戦カード、もう開幕戦ですから、優柔の。早速楽しみだ。早速。しかも、府中新町の子って去年めちゃくちゃ元気で、そんなイメージが残ってる。そうなのよ。もう楽しくて、ほったくにこう、まとわりついてね、そう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 、やってたよね。結構もうやんちゃな子たちが多くてね。いいキャラで。いいよね、ほんと。なんかああいう元気な子たちが。うん、まあもちろんね、それに伴って技術も高いし。うん、うん、でその中で SLA ね、うん、今回、関西予選で、準優勝で、ね、うん、滑り込んできた鈴鹿フットサルクラブ、これもね、三重県のチーム、ね、三重県、うん、フットサルクラブっていうぐらいだからフットサルをメインにやってる。あ、そうそうそう。だけど県の方にも登録して普通の8人制の県リーグ、県大会。なるほど。そう、いや結構ね、真ん中にねとんでもないボール蹴れる子いたからね、うん、まあこの U10 ちょっとこれ想像つかないな、うん、早速この対戦カード、開幕戦ですから A グループの方は中心町と SLA、の、はい、残り2つはどこでしたっけ。残り2つは愛知県のアロンザと群馬のパレイストラ。ああ、もうあれですね、ね、有名どころ。もうこれもね、昨年どちらもどちらも有名どころ町クラブ で、 そうなんです、まあ、もう県代表するクラブでしょ、2つと。アロンザとパレイストラ、うん、多分ね、まあ、交流もしてるんだろうな、うん、普段からね。そう、うん、まあその戦績はもちろんね、こっちではわからないんだけど、うん、まあ、やっぱ公式戦となった時のこの移動がね、まあ愛知から山梨そんな遠くない。うん、まあ、まあ割と近いんじゃないですか、うん、群馬も、群馬も、うん、同じようなもんなのかな、うん、ああそうだ、みんな渋滞もあるかもしれないから絶対に時間に回らないようにちょっと言ってください本当にそれだけ。これは運営としての気持ちでしょ。そう、もう本当みんな早く来て早く来て、そしたら1試合目間に合いません。そうそうそう、もうそれ本当に一番避けてくれる、あるあるなんでね。そうするともう一気にその連絡が入ると、あ、そう、本部がバタついて、そう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 、もうスムーズに行きたいから初戦12時半からなんで、あ、それに、遅めですね、
そう、それだからちょっとゆっくりめでもいいやじゃなく、早く着いちゃって大丈夫です、うん、なんであの早く来てください。わかりました。はい。でちょっと A グループの方は府中新町、東京都の府中新町と三重県 SLA 鈴鹿フットサルクラブ、愛知県の FC アロンザ、群馬県のパレイソン、はい、はい、どこが勝ち上がるか楽しみです。はい、では続いて、はい、B グループ。 B グループどうぞ。はい、お J リーグクラブが入ってきますね。はい、はい、茨城県水戸ホーリーホックジュニア。おお、はい、ホーリーホック。大阪府ドリーン。大阪、ここに来ましたね。はい、はい、東京都ジャクパー東京 FC。 はい、神奈川県 FC ポルタ。うん、はい、これが、4チームで B グループを争います。なるほど。いやこれね、まあドリームも、うん、まあジャクパ東京もポルタも、まあそれにね、水戸ホーリーホックジュニアっていうその J リーグクラブとの対戦、うん、ドリームは、うん、去年結構上位食い込んでたよね。そうだよ。あれはカテゴリーどれだったの？てか優勝したんじゃなかった？優勝してたっけ？優勝、うん、あ、自由か。まあ、だから今年11位に出てくるもたち。そう。ほう。まあなんかね、関西強いですからね、ドリームね、うん。関西の予選に行ってもやっぱドリームのすごいね、あの名前はやっぱ上がるね。うん、楽しみじゃないですか。うん、そこに対するはちょっと期待してるのは、うん、やっぱ予選大会で勝ち上がった FC ポルタ。ああ、そこのね、あのここの後ろにナイキ入ってたこと。はいはいはい、あれな、あれちょっと湧いちゃったもんね、最後の決勝戦 ね、みんな見てくれましたかね。いや、あれ見てくれたかな。ぜひね、概要欄の図からぜひ見てください。関東優柔予選っていう動画ね、うん、あれはもうポルタの強さ出てますよね。よかったね。いや、強かった、ね、確かにあれ強かったよ。結構驚くぐらいのポテンシャルね。で、2年生のほか、うん、あのフォワードにいて点取ってたからね、決勝戦でね。メンバー登録してくるんですかね。今メンバー表まだ取れてないんで、うん、そう、見てないですけど、おそらく入ってくるでしょう。おそらく入ってきます。うん、楽しみです ね、 楽しみだね。当日それを教えてくださいね、また。はい、その子入ってきてるのか。そうだ、ね、当日やっぱりメンバー表をもとにいろいろ教えてくれるんですよね。あ、そうです、もうメンバー表でもう大体何番の子は何番、何で、そうそうそう、いいです ね、 そうそうね。なるほど。いや、この飛び切りチャンネルを通じて、うん、いや絶対 J リーグのクラブのスカウトだとか、うん、いろんな関係者が見ますからね、うん、ちょっと我々も極力全チーム終えるように、そうですね、うん、行きたいなとは思いますね。で、あとジャクパと、ジャクパとドリームとミトホリオク。あ、ホリオク、そう、なるほど。まあ B グループ、これはですね、まあこれも、初戦ですね、うん、CD コートにて12時半から、はいはい、開幕戦となりますので、うん、ホーリーホックとドリーム、ああ、そういうあれなんだね。ジャクパ東京と FC ポルタ、なるほど、これのカードで楽しみですね。はい、ジャクパも底力ありますし、そうね、ここはね、もうジャクパは本当にまあ昔から強いですし、水戸ホーリーホックは茨城でやっぱりトップですし、そうだ、昨年楽しみですね。昨年の優勝のドリームのまあ一個ね、ディフェンディングチャンピオンですから、うん、確かにそれはありますね。どういう予選を勝てるか。そうなの。一チームですからね。うん、その要は厳しい上に上がっていくの。ああ、いや結構豪華だね。うん、ですね。A グループ B グループだけでもいいね。続いて、はい、行きましょう。C グループ。はい。奈良県ディアグロッサ高田。はい。はい。千葉県コラソン千葉。はい。新潟県グランセナ新潟。うん。東京都バディサッカークラブ、高等。高等。はい。なるほど。結構地域ばらけましたね。そうだね。北信越、関東、うん、関西。バディサッカークラブ、高等は、あれだね。関東予選。うん。2で。うん、まあ、あの、決勝でね、惜しくもポルタに敗れましたが。なるほど。ここを出てきたチームなんで。そうですね。うん。で、対戦カードの最初の流れは、全体の2試合目、1時10分から、ディアグロッサとコラソン、うん、関西関東対決。コラソンはよく知ってるクラブなんですよね。よく知ってます。よく知ってます。そう、この年代元気ですよ。元気ですか、はい、どうですか、自信は。いや、あると思いますか。あ、あると思います。はい、あの、ね、今度それはまた担当コーチにでも聞いてみて。まだ、そうだね。会場でディアブロッサとホラソンですね。はい、あともう一つ B コートでグランセナ新潟と
バディエシコ。グランセノの。グランセノは見たことないんだよ。確かにジュニアは、うん、あんまり見たことがないけど、ね、昔施設に遊びに行ったことありますよね。いや、すごいんだよね、あれね。もう10年近く前ですけど、うん、遠かったな。遠かったけど、すごいいい施設で、あれだね、ツタヤか、うん、なんかね、看板みたいのがあって、そうそうそう、懐かしい、ね、めちゃめちゃいい施設で、めっちゃいいとこでしたよね、あれね。まあやっぱ新潟でもトップでしょう、うん、ね、あれだけの施設を持ちながら、多分プロフェッショナルスタッフもいて、うん、まあ、今回ぜひということで、なんか自社施設持ったしっかりしたクラブっていう印象がないもんね。そういうクラブはそんなにないもんな、全国で。そんなにないですよ。いやけど本当にね、グランセノの施設ね、そんなにないっていうぐらいすごい施設、うん、ちゃんとクラブハウスがあって、うん、なんか保育園も中にあったね。ああそうだっけ、うん、まあもうなんか J 寄りの施設だよね。そう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 、あれは、ね、まあそれに対するバーディーサッカークラブこと、まあここもね、スポーツクラブで、この前、いや、多分選抜だろうな、あの子たち、うん、バディってすごいんだよね、人が。そうなったら多分選抜だから、高等、世田谷、横浜もどこでも強いし、うん、どの年代ももうね、強いし。そう、いや結構予選の時にちょっとあったのが、まあ要は負けちゃったんだよね、うん、で、あ、これもうダメかなって思った時に、まあその、上がれたんだけど、うん、グループ2位のところで。それ優柔ですか。優柔で、そう、やっぱね、なんだろうね、まあ、底力やっぱポテンシャル高いから、うん、あのだから多分ベースの運動能力が高いんですよね、うん、そう。で今回ね、1チームしかその要は1位のところ、うん、まあ、もちろんワイルドカードはあるけど、基本的にはその負けてしまうと、うん、やっぱ一気にこう、ね、初戦のところだから、うん、あの上に上がるっていうのは大変になるから。なるほど。そうだから最初の入りがもう、ここの初戦がやっぱみんな言うけど、初戦でね、うん、大学選手のモチベーションも変わるから、このやっぱ初戦はどこも激アツかな。ディアブロッサも、うん、結構昔から有名なクラブですよね。あ、そう、ディアブロッサ出身ですっていう人あったりするもんね。いるいるいる、うん、海外でね、やっぱあの前に仕事した人もいるけど、うんうん、OB がね、そうそう、結構サッカー業界にも多くて。そう、ディアブロッサの私もね、あのなんだっけ、カムクラ、はいはいはい、覚えてる？去年特集、あのね、撮った時にさ、うん、そう、背中にカムクラって、ね、ラーメン屋さんね、そう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 、そう、お世話になってますよ。一回も行ってない絶対行きますって言ったら、恵比寿にある、あ、恵比寿、ね、あるよね、渋谷にあって。そうなんで、前に俺もね、見つけたんだけど、ね、こうさっぱりしてて美味しいラーメンっていう。マジそう、まさかここでカムクラの紹介をするとは思わなかったですけど、あ、まあスポンサーさんだからね。あ、そうだね、もうぜひそういうスポンサーもあのアピールしてもらえばね、うん、全然あの美味しいですよ。ちょっとそういう旅も行きたいな。行きたいね、ラーメン、焼肉ばっかりじゃなくて、ね、そうだ、ね、じゃあ次行きます。では続いて、はい、D グループ、はい、おお、これもまた激アツ、結構これ注目カードのところにいるんですよ。はい、はい、ではどうぞ。大阪府 FC ゼロ、お、はい、茨城県鹿島アントラーズノルテ、ノルテ、はい、東京都 FC トリアネーロ町田、お、長野県ホルツァ松本ジュニア、なるほど。いや、これもね、そうですね、どっからこれ、ね、どうなんだろう。いや多分ね、やっぱもうトリアネーロの、うん、この最近のね、やっぱ全国を取ってからのこう、うん、ね、躍進、まあ彼らもこうクラブとして支部を作ってとか、うん、もう本当にね、事業の拡大もされてクラブとしても発展されてるところで、うん、まあそこを対するアントラーズノルテ、うん、これもいいと思うんだよな。トリアネーロもやっぱり毎年強いもんね。毎年強い、うん、いやこれね、いつだっけな、前ね、関西行った時に、関西にいたんですよ、うんうん、町田が、はい、関西にもいるんだっていうぐらい、どこにでもいますから、うん、すごいね、本当に結構ね、4年生、バケモンみたいな子がいるんですよ、前に。外人チックなじゃないけど、うん、これ結構対するって言ったらあれだけど、ね、ホルツァ松本も個人技すごい長けてる子たち多いから、うんうん、ホルツァ松本は長野県のそう、長野県のクラブですよね。これもまたね、よく聞きますもんね、名前ね。ね、そうそう。で、フォルツァ松本が、ね、うん、その個人技を打って、して、トリアネーロにどれだけ、こうね、噛みついて。まあ、これなんかね、じゃあ絶対にトリアネーロかったら、それもわかんないから。うん。いや、FC ゼロ、初戦、鹿島アントラーズノルテとですね。ゼロは？関西の優勝チーム。
予選優勝チー ム, チームこれは楽しみじゃないですか。また切り込んでもらわないと。そうなんですよ、最初の初戦が大事ですから。早速関東の J クラブとのマッチメイクですね。トリアネーロとかノルテとか、あともう1チームどこでしたっけ。トリアネーロ、ノルテ、フォルツァ、FC ゼロ。その辺とゼロって試合したことあるのかな。いやどうなんだろうね。だけど FC ゼロの子たち、あれ、いやちょっと俺楽しみだな、うん、やっぱ予選組が上がってくるの楽しみやね。いや楽しみ楽しみ、なんかちょっと愛着湧いてるし、うん、そうでしょうね、うん、まあこのね関西からの移動、うん、1時10分からのゲームが初戦なんだけど、このグループはまあ1時10分何時出るんだけど4時間ぐらいか、うん、まあまあそんなに、ね、あれじゃないですか、うん、ね、もう本当抜群のコンディションでやってもらいたい全チームには、うん、いやちょっとこの初戦から激アツなこのグループですね、 D グループ。はいはい、続いて E グループ。あといくつあるんですか。 E と EF で以上 EF、 はい、はい、E グループ、東京都グラントフットボールクラブ。はい、続いて奈良県 YF 奈良テソル、うん、茨城県鹿島アントラーズつくばジュニア、はい、はい、神奈川県中之島フットボールクラブ、うん、うん、これね、まあ今回さっき言ったけど鹿島アントラーズノルテと、うん、今回つくば、はい、うん、ここが U10 のところはね参加してくれるんですが、うん、まあこれどっちが強いんだろうね、そもそもね、ノルテもねつくばね、結構多分あるだろうからね、鹿島の中でも。まあけど今回ね、鹿島アントラーズつくば U12 か、まあ、これは U10 だけど U12 の方はね全国取りましたからね、この前ね。ああそうなんだ。そう、去年の、まあ、学年違うで U13 も、ね、13もそうだよね、強かったもん ね、 すごかったね。サガン鳥栖がまあズバ抜け強かったけど、まあ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 準優勝だったっけ確か。そうつくばね、そうだけど12もねいいとこいたしな。やっぱ強いんですね、うん、ね、そこに立ち打する中之島、これ中之島強かったな、うん、4年生の代は、まあ、これはあの本大会からなので予選大会には、ね、はいはい、参加してないんですが、ちょっと、まあ、例年ね、あの12の関東予選とか立山でやった時、うん、結構強かったからな、ね、あー行きましたね。そう、埼玉結構昔に思っちゃうけど確かにめちゃめちゃ前だなと。これも動画あるんで U12 関東予選中之島 FC 優勝、やっぱすごいテクニカルで、ね、うん、基本に忠実でありながら結構個人の能力がみんな高いから。神奈川県ね、神奈川県レベル高いよね。まああんだけ強いクラブいっぱいあるのに、うん、いい子が集まるっていうのがもう不思議で、うんうん、ちょっと他の県に分けてあげた方がいいんじゃない。いや本当そう、神奈川に寄りすぎ今回もね、まあ、関西勢が YF 奈良テソロこのグループね、うん、のみですが、まあ、関東勢が神奈川、東京、茨城、奈良テソロもだって強いんでしょ、やっぱり毎年どの学年も、うん、奈良テソロ強い。なんかあのすごい、じゃあ一学年にすごい人数が多いかさ、そんな感じではないんだけど、うん、やっぱいるよね、名前聞きますもんね、うん、もう奈良の山奥で育ったって言ったんだけど、うん、だけど奈良テソロの施設もすごいんでしょ。すごい、行ったんですけど遊びに行ってね。そう、山とか遊び行ってますもん。柳で遊びに行ってるってなんかあれだね、なんかね遊びに行ってるっていうちょっとあの視察に、そう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 、柳フィールド、柳フィールド、うん、いいところでしたね。すごいですね。そうね、ここもまた支部かなんか、うん、京都、うーん、木塚、うん、かなんかにこう支部をね、なるほど、ね、ここもジュニアもねすごい勢いがあって、うん、楽しみだな、これ YF 奈良テソロとグラント、うん、ここのゲームなんですけど、うんうん、まあ、グラントも昨年予選大会で、うん、勝ち上がって、で本大会で結構上位まで行ったんですよ。はいはいはい。そうで今回、まあ、その戦績もあったから、うん、で、グラントの方には本大会の方に直接、うん、お話をしたんですけど、なるほど、やっぱね、まあ、謙虚だからね、このスタッフの人たちも、うん、いやもうありがとうございますって言うけど、いや狙ってるでしょう、うん、グラントの子たちね、最後の踏ん張りがすごいから、なるほど、そんなにね、崩れないからね、ゲームがいつもグラントのゲーム、しっかり勝ち切って、奈良テソロとの初戦、うんうん、奈良テソロとのゲーム、1時50分から、
はい、はい、グランと奈良テソロ、鹿島アントラーズつくばと中之島のゲームが1時50分からスタートですね。では続いていきましょう。はい、では仕切り直していきましょう。 F グループ、はい、茨城県 FC カラーズ、はい、新潟県アルビレックス新潟、うん、千葉県ウィングス、はい、U12、 岡山県太田フットボールクラブ。うん、本当 F グループも濃いね。濃いね、うん、濃いよ、濃いね、これな。まず J がアルビレックス、そう、新潟から、新潟からありがとうございます、うん、いやこれ FC カラーズとアルビレックスのゲームが、うん、カラーズは茨城の、そうです、茨城のあの、うん、まあ、筑波っていうのかな、あれかな、うん、これもまた自社グランドは、あ、すごいね、アイリス大山フィールド、アイリス大山フィールドね、素晴らしいですよね、素晴らしいですよ、あの施設ね、結構みんな多分この参加してるチームは、ね、うん、みんな行ったことあると思うんだけど、うん、ね、やっぱ各クラブみんな本当にそういうような自社グランド持ったり、まあバス持っていろんなところに遠征してるからね、力ありますね、みんな強いところやっぱり、力ある、もう本当にみんなここに出てくるチームは本当にそこにね映えますね、うん、このチームカラーズも大阪であったりいろんなところで確かにカラーズも大阪にありました、ね、みんなで大移動してまあいいですよね、その関西と関東の交流もそうだし、そうだね、九州まではなかなかあれだけど、だから、うん、だからまあ多分山梨でじゃあ大会やります、うん、まあ多分みんなからしたらもう近いなっていう感覚なんだろうな、うんうん、親御さんが大変だぐらい、うん、まああの指導写真はもうあのネジ飛んでる可能性がありますから、そうだね、うん、もうここの移動距離に関しては、うん、飛び入り湾の出てるチームは大体もう外れてるからな確かに FC カラーズとアルビレックス、これどうかね、はい、どうですか、どうかね、楽しみですな。アルビレックスもまあやっぱ新潟でさっき言ったグランセナと、うん、まあ、いつもトップをこうね、そうですね、ね、新潟でこの2チームが大体出てくるから、うん、U10 あのワンデーのね、 あの飛び切りワンとか前来てもらったけど、冬のやつ、そうそうそう、うん、冬のやつね、この前はね来れなかったけど、うん、どうかな、ちょっと楽しみですね、うん、対するウィングスと太田、うん、また濃いですね。ね、僕がちょっと千葉県の方によくいるんで、うん、ウィングスなんかね、指導者さんもすげえ、そう仲良くて、あれですけど、4年生元気なんだ。うん、ウィングスももう、まあ中学生も含め、そうね。ね、バリバリ強いですから、ね。バリバリ強い。老舗で、ね、うん、千葉県で元気な、ね、いつもいつも上に行くと、ウィングスが千葉を代表するクラブですからね。それに対する太田。岡山からです。またこの太田もね、ここ一番遠いんじゃない、岡山って一番遠いでしょ、U10 は奈良とかでも遠いでしょ、うん、九州勢がいないから、うん、そうですね、太田、うん、岡山県から遠いんですよ、マイクロバスで普通に来ます、ありがたいですね、本当ありがたいね、本当飛び切りにね、本当にいろんなところでお世話になって、うん、太田も昨年の U10 に全日本少年サッカー大会のレジスタが優勝したんですけど、はい、あ、はいはいはい、それ終わった後になんだっけな、なんか大会やったんですよ、全能、うんうんうん、それもチビリンかな、そこで、うん、レジスタを決勝戦で、うん、決勝戦じゃないね、まあ要は太田が打ち破って勝ったね、そう、でそのねメンバーともレジスタって去年飛び蹴り1でも優勝した全勝もあれだよね、そうだ、飛び蹴り1優勝すると全勝でも、あ、もう大体行っちゃ う、でも大体行っちゃう、大体行っちゃう大体ってことはないけど、でも去年のレジスタは、あ、もうあれはそれっそ熊本との決勝戦ね、 U12、ね、うん、あれ強かったよね、うん、あれ強かった、それっそもあったな、全試合映像残ってるもんね、すべて、あ、残ってる残ってる、見てもらえると分かるけど、いやもうね、それっそのキーパーだってもうあれ中学校2年生ぐらいだもんね、うん、どっちも強かったけど、やっぱレジかっていう、うん、とこですよね、ちょっと雨降ってる中でな、あー確かに懐かしいね、そうだよ、もう1年ですよ、もうちょっと、うん、いやちょっとそんなウィングスと太田、うん、FC カラスアルビレックス、うん、この試合もだもう12時半から激アツです、ずっと、うん、初日から、はい、初日からで初日、うん、まあ、今ので、全24チーム、はい、ね、U10 が出揃って最後トップの頂点を競い合うんですが、はい、まあ各、チームですね、まあ1日2試合
グループリーグ、ね、やってで次の日2日目に予選リーグの最終節やって、うん、そこからまたトーナメントの方に入っていくんですが、まあ、初日2試合、ね、まずはきっかり初戦を大事かなと思いますが、うん、2試合目そうね、まあ、夏だからちょっと時間もね空けて、しっかりコンディションを整えた上で、うん、一番ベストな状態でやっぱパフォーマンス出していただければなと思いますので、で今大会はなんか MVP とか得点王とかあるんですか、うん、あそれねそうなんですよ今回 MVP と得点王を用意しました得点王そうなんですなんでメンバー表のところに、うんうん背番号とお名前となるほどはいその特集もやりたいねですね、うん、得点王何あげるの得点王ねもう決まってる決まってんじゃないですか得点王な全国で、あ、これなんですか？これ、まあなんかトロフィーと、トロフィーこれ、トロフィーじゃないですね、それはね、違うだ、それはなんかオリジナルのタンブラーみたいですよ、うん、どうやら、トビエリの、おしゃれだね、これあれでしょ？刻印がされるってやつだよね、うん、刻印されてるんじゃないんですか？ちょっと開けていいですか？うん、開けて見せてあげてください、とりあえず、これね、あのね。中目黒。うん。見て、見えるこれ。いや、ちょっと見えないかも。もうちょっと近くないと。はいはい。飛び蹴り。これ嬉しい。ちょっと黒すぎて被っちゃってる。どっちが黒いですか。そう、この白もあるらしいんで。これね、すごいんですよ。大人気なんですよ、今。うん。っていうのを俺、最近知りました、調べたら。おしゃうちのおしゃれなスタッフがね、これがいいっていうことでそれにしようっつってこれは MVP 得点 MVP 得点を両方で両方あらうんこれすごいまあ商品はさておきうん、うん、そうだよねまあそこをもらいたくて多分やってるわけじゃないからこれ得点王っていうのはだから優勝しなくてもあそういうことですねそういうことですだからもう大量得点そう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 なんか前回もどっかあったんだよねまあ、要は予選で、うん少し力の差がこうあったときに、はいはい、そこで得点をすげえ取るチームもあって、まあ、そこ前回確かに取ってないけど、多分そういうチーム絶対いたね。うん、優勝チームからじゃないだろうな。うん、あれを見たら、いやだから、ちょっとこう、1日、ね、目スタートした時の撮影の中で、ちょっと追っかけてみたいね。うん、あ、なんかやたらこの子点取るねとか。これやっぱり 毎日ランキング制度で出してくれるんですよね、メディアの方にね。出そう、出そう。今日はこの子がそうね暫定1位っていうね暫定1位ね楽しみですねこれは楽しい楽しいやっぱりゴールを呼ぶ男だから堀田君がそうだよだからやっぱ撮影しに行ったらそうそうそう、ね、もうだからもうコメントでここのチームちょっと追っかけてくださいって言ってもらえればまずそこから行くから そんなにラッキーボーイだったラッキーボーイあのねやっぱなんだろうねまあ日本サッカーほらやっぱ言われてるでしょストライカー不足とあーですね、うんやっぱね、ゴール決めた時のあのね、よかよね、よかよね、うん、やっぱゴールを呼ぶっていうところで言ったら、うん、まあやっぱこう見られてるとか、うん、やっぱこう有観客になったことによってこう賑わった中でやっぱゴール決められた。それは有観客、去年はね、やっぱり一切無観客でライブ配信はやらせてもらったけど、そうなんだよ。寂しかったもんね、一応ね。まあね、まあすごい、なんか、確かに感動もしたし子供たちの元気な声聞こえるんだけど、うん、あれ有観客だったらすごいなって思う、ね、大人で一番騒いでるのは堀田くんだったもん間違いない間違いないうわーとかで、ねうん、一番近いところでね多分僕らが撮影して騒いでるぐらいでそうだよそうこれがね他はもうねそうちょっとねスタジアムほんとチックになってて、うん、あの久留米台ではメインスタジアムがあるんだけど、うんうん、これが AB コートかなAB コードが多分そのスタジアムなんだけど、ちょっとこうすり鉢状になってるから声がこもるんだよね、あれ。はいはい、はい。しかも山奥、山奥でもないけど、うんうん、山の中だから声が多分響くから。なるほど。いや、これね、ゴール決めた時とか、すごいと思う。これいいね。楽しみだね、もうね。うん。そうだね。いや、この U10、まあその、来年度のところで言うと、うん、まあシード権。あ、そんな制度ができたんですか、はい
なるほど、ね、ちょっと昨年は、その設定もね、できてはなかったんですけど、まあ徐々に作り上げていかせていただいて、そうそうそう、皆さんに、皆様に育てていただいてっていうスタンスですからね。そう、だから今年も初めて予選大会やりましたもんね。そうですね。そうで、やっとこうやってご縁いただいて、うん、ね、あの今回上がれなかったけど飛び切り輪に参加して、うん、あのこんないい経験して、この前ちょっとね嬉しいことあったんですよ。何ですか？いいですか？いや、あのこの前指導者の、関西の大会に出たことが、うん、あの連絡来て、いやもう飛び切りではちょっと不甲斐なかったけど、うん、子供たちからなんかこういう風に練習してこうよとか、その次の週の練習の時のこうモチベーションがすごかったと。へえ。これはあの飛び、まあ飛び切りって言ってくれたっていうのは、まあ、もちろんそのね、あの一つ彼らにとってもこうね、なんだろうな、まあ、リップサービス的なものだと思うんだけど、うん、まあ、なんかそれを聞いた時に、もちろんね、ここに本大会に出てるチームはもちろんそうだけど、そういうね、うん、ところで敗れたものの彼らのその1年後とか、まあ、この1週間でそれぐらいのモチベーション変わるっていうぐらいのインパクトがあった大会だったんだなと予選大会思うと、うん、いやすごいやってよかったなって思います、ね、いや本当ですね。そう、だからちょっとでも影響をね、いや本当そう、うん、多分あれでしょ、強いチームと試合して、そうこもっとやんなきゃいけないと。そうだから県内では多分それなりにこう自分たちでいろんな結果を残して、なるほど、よしこれを持っていけるぞ、全国行くぞっていう時に多分心折られたんだよね、はいはい、だけどその2日間とかでちょっとこうね、いいところも出たし、ね、悪い ねところも出て、その指導者の方が多分一番はね、選手自身がそうなったのが一番だけど、指導者の方たちがこう見る観点も変わって、うん、選手に対してね、その経験をうまく伝えられる、やっぱいい時に言ってもね、俺調子いいしっていう感じだけど、うん、ね、うまくいかなかった時こそね、そのいい風に捉えてくれた指導者の方が、うん、そんな報告があったのは嬉しかったな。でも予選大会に出てきてくれるチームって、うん、みんな向上心があのあすごい感じるチームさんばっかりっていうイメージがあります、うんうんうん、みんななんかやっぱ関西指導者も選手のこう距離感がすごく、ね、近くて、うん、子供たちに対してのこう投げかける言葉とかすごく良かったなと思うし、うん、まあ勝負なんだけどね、もちろん、うん、そんな中でね、勝ち上がった FC0 と、ね、SL はその子たち、ね、対戦したチームの思いも背負ってのゲームですから。そうです ねだみんなきっと気になるでしょうしね、あのいやそうだよ、予選で0と SL に負けたところ、いやそうだよ、あいやうちだったらじゃあこれいけんじゃねーとか、うん、いや FC0 こんだけいったよ、多少自信にもなったりね、そう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 、うん、なんかそんなあのなんだ見方でも、うん、飛び切り1は面白いのかなと。参加してるチームだけが楽しめる大会じゃなくて、うん、なんかいろんな人たちが関わってる以上、なんかそういう風ななんかこう あそこのチームと昔練習試合やったことある、うんうんうん、あうちもじゃあこれぐらいできるなとか、なんかそういうところも踏まえぜひ楽しんでもらえればいいかなと思います、本大会のチャンネルは、うん、でシードの話でしたっけ。あそうシードの話ね、ずれちゃったけど、もうすぐずれちゃうね。まあ大体あのベスト8かな、はい、本大会のベスト8では見てます。うん、じゃあ24チーム大会だから3分の 1、そうだからまあ、ね、うん、6チーム、4チーム6ブロックだから、うん、まあ6チームはこれ上位1位ね、うん、1位グループで1位が6チームこう上がる、その時点でもう来年度の出場権は獲得してるんだ。で残り2枠はワールドカップ、なるほど、うん、これ予選大会とは一緒だよね、うんですね、形が、そうだからやっぱ俺はもうそれこそ SLA とゼロにはもう何としてももう8シートに入ってもらってね、なんかねそこはあるね、それもそうだしね。じゃあそのね、8位からシード権取れなかったところはどうなるのなら、うん、もちろん予選大会にね、うん、あの回ってもらう可能性もあるし、うん、もちろん来年もお願いしますって形になるし、うん、もちろん予選大会も引き続きやれるように調整はするんで、うん、ぜひ全国の皆さん本当にお伺いしたい、ね、あのなんか応援するね、なんかシステムもやりたいね、うん、なんかまあグラウンドまで来れればもちろんいいんだけど、うん、7月の16から18って何曜日でしたっけ。連休ですよ、16、3連休の海の日か、海の日、そうか、来れるね、うん、まあ基本来れるんじゃないですか、うん、夏休みの入り口なんで、そうだね、基本的にはね、そうだね、
でまあ秘書市なんで、うん、旅行がてら保護者の方々には美味しいねいただいて焼肉屋さんいっぱいあるんですよ満員になっちゃうよそんなこと。いやちょっとこの7月の16、17日、まあ3日間になりますんで、うん、各チームしっかり調整して、はいはい、本番を迎えてもらえればなと思います。結構やっぱ関東が多いね今回の U10 のこの感じ、10はね、うん、まあチーム紹介どんなチームが出るのかなは公式サイト見てもらえるとね、うん、カテゴリーごとにあれですけど、そうです、ね、一応でもカテゴリーの中では一番少ないのかな、うん、チーム数は。そうチーム数は少ない。そうだよね、うん、24チームだから。そう、うん、でこの後も U11 とか12とか13とかもやってくれるんですか。これはやりますよ。やります。これチーム今何分ぐらいですか。これ40分だ結構でもね喋って結構喋る。喉がカラカラなんじゃないですか。カリカリ、うん、そうなんですよでここからなんかいろいろなんだ出したいものいっぱいあるんですけど、うん、まあ、まずは一番気になる多分組み合わせっていうところで、うん、今回動画を、ね、うん、撮影してますが、まあなんかこんなものをやってほしいなとかっていうのもやっぱ欲しいよね、うん、まあ、飛び蹴り1でこういろいろチームをかけてくる中で、うん、まあ、組み合わせ今回初めてこういう場所を使ってやってるけど、当日までまだ時間あるから、うん、ね、こんなチームあります、こんな情報ありますよ、うん、とか、まあ、なんかそんなのコメントでやればいいんですか。そうなんですよ、うん、コメント返しますから、うん、高評価もお願いします。確かにそうかもね。なんか企画はみんなでだから飛び蹴り1のね、うん、最初のあれもみんなでクラブといないと我々はできないから、うん、みんなで育ててもらってるから、なんかこのチャンネルもねみんなで育ててもらえたらなって。そうです、ね、そんな感覚。企画ものもそうですし、うんうん、何でもやりますっていう感じなんでしょ、やっぱり。そうそうそう、何でもできそうですもんね、ノリ的にね。そうそう、堀田博士の弁当取られてるぐらいだから何でも言える何でもあるよ。トラックの中で弁当食べてる何でもあるよ。あれが一番反響あったけどねちなみにもうほんと DM すごかったんだから、だけどなんていうの、オフ動画、オフショット、ね、オフショットね、うんうん、そうだよね。いやもちろんね、子供たちのところもかけるんだけど、大会スポーツ業界っていうのはこういうものだっていうところで、うん、まあ、そうですね、あれはね、これだってお仕事としてやらせていただいてますもんね。そうですよ、しっかりと。はい、もちろんやっぱり子供たちの憧れになんなきゃいけない、サッカー選手とやっぱ同じくね。それを言ってるとは思えない、あの動画サッカー選手の憧れで、トラックで弁当食っちゃダメだね。そうですよ。そうだね。でもそれが現実ですかね今のところね。まあ今のところはね、うん、サッカー選手、うん、そうですね、子供たちの。いや、山梨にこれだけ24チーム今回何人ぐらいかな。そうすると何人集まるんだ会場に。まあ500ぐらいはね、うん、来ますね。それだけでその地域にとてつもない多分経済効果をもたらしてると思うし、うん、そうですね、まあその地域の少年団のチーム、うん、で時間がもちろん合えばぜひグラウンドに来て、うん、見てもらえばいいなと思うし、うん、まあただちょっとね、駐車場の台数制限だから、うん、そういうのはなんだ止められてることはないんだけど、うん、なんかこう時の住処とか、くぬぎ平でこうやってやった時に、まあ動画で、ね、もちろんお送りできればいい部分と、やっぱ現地で見てもらえた方が、うん、やっぱその熱量は違いますしね、熱量はすごいから。でも今回もね、装飾から何からやっぱ我々は選手のために頑張るんですか。頑張りますよ。またじゃあトラック乗っていくんですねトラック乗りますよトラック乗る、色黒のおじさんがこうやってトラック乗ってすごいね。しかしその動画にも出て、うん、トラックも運転して、で当日ね、司会みたいなのもやって、そうマルチじゃないですか。いや、そうですよ、ね、俺がなんていうの、総合イベントプロデューサー的な感じですか。 ね、うん、ありがとうございます。だと思います。どうもイベントオーガナイザー、イベントオーガナイザーの堀田ですお願いします。じゃあそれちょっと今後それでいきましょういいんじゃないですか。じゃあまあこんな感じで U10 とこのあと、まあ順番的には U10 やって、その次 U13、 はい、これが7月の22日から25日で時の住みかがあって、うん、でその後 U12 が7月の31日から8月の3日まで、これ時の住みかで、U11 が8月の3日から8月の6日まで、うん、もう8月の6日までノンストップでいきますから、もうここから、うん、あとあれですね、
はい、結果速報とか、うん、追ってもらうのに SNS、まあ、Twitter とかまたあれなのかな、そうだね、公式サイトと、そう結構みんな結果速報気になると思うから、うん、今日もうちは公式の SNS で常にこう Twitter とインスタですか、うん、Twitter とインスタでやりますん で、うん、であとはたまにふざけたストーリー上がりますから見ててください、うん、お宅のね、はいいいじゃないですか、それはそれで、そろそろ映るでしょ、やっぱ出てきたいでしょ、そろそろ、いやまだ大丈夫たまにあるんですよ、数年後っていうか、ちょっとその裏の天の声さんのちょっとあれがね、うん、いい声してるねとかって言われるんだけどね、うん、なんか納得いかないんだよな、大丈夫ですそれは、納得いかない、納得いかないんだな、一番映ってんのにな全然俺のことじゃないのでもいいじゃないですか、会場でね声かけられて、そう本当ありがたい、あれがね、うん、一番ね、嬉しくてテンション上がるんでしょ、嬉しくてテンション、勘違いしちゃう、勘違いしちゃう、ね、俺は桜見くるかって真摯にやんないと、そうそう、もういつだって謙虚で今年の夏には1万人目指すって聞きましたけど、はい、もう1万人ならなかったら、やめます、やめます、もうチャンネルやめます、なるほど、もうやめます、これカットしておいた方がいいですかいや、もうもうやめますなるほど、だけどこれやめますって、やめないでっていう人が別にいなかったら本当にやめないよ、いないよとか、いないね、あーなんて言ったら響くかなまあ僕らあれですから、あくまで子供たちのサッカーのイベントのリポーターですからね、あ、そうです、そう、堀田君はね、そうそう、うん、だからね、本当は行きたいな、そういういろんなチームのさ、うん、会場行ったり、な普段活動してるところに行ってみたり、うん、深くね、そう、なんか、まあイベントに来た時のこうつながりでしかないから、うん、だけど、それ以外にもつながってるし、普段のやり取りもあるし、うん、ね、こうやっていろんな調整がある中で、うん、指導者の方たちとずっとこうやってこの1ヶ月2ヶ月ずっとやり取りしてるから、うん、なんかねすごくお互いに指導者の方とはやっぱこのなんだろうな勝手な親近感湧いてしまうんだけど、うん、ね、やっぱそこの選手のためにみんな同じサッカーファミリーですから、そう、サッカークラブの指導者の方たちはやっぱ子供たちのためにね、本当平日多分仕事しながらも多分飛び切りワンのこと考えたり平日の練習のこと考えたりって、うん、みんな選手のためにやってるから、簡単な人が多いですからね、そう、だから僕たちができることってさ、なんかこの動画を通じてね、なんかお送りできればなと思うんで、うん、頑張っていきましょう、夏は頑張りましょう、うん、じゃあひとまず締めます、そんな感じですかね、これくらいで、はい、そうね、じゃあまた飛び蹴りチャンネル引き続き、次は U13 の組み合わせの発表がありますんで、うん、ぜひ引き続きチェックしてください。高評価、チャンネル登録、お願いします。お願いします。子供たち最近なんかやってくれてるみたいなんで、最近3900人行きました。そういえば。おー、サンキューですね。サンキューです。サンキューじゃん。おー、いいっすか、ありがとう。サンキューサンキューじゃん。サンキューすぐに言うじゃん。もう一人一人をもうこうで3800人になってない。地道ですよ。うん、今ので3800人戻ってないから大丈夫か。あんまりわかんない、戻ってない。減るってこともあり得るんで。そうなんだよね。はい、はい、より多くの、ね、人たちに関わっていただいて、そう、多くの人にねと、もうつながって、うん、これが動画がいいとこね、だってやっぱつながれば、これだって世界につながってますから、うん、別に J クラブのスカウトの方たちが見るだけじゃなくて、うん、もしかしたらここから世界に羽ばたく、飛び切りってもともとそこだからね、そうですよ、話としては、うん、ね、サッカーでね、羽ばたいてっていうところで、うん、今回のこの飛び切りっていう、うん、ちょっと変わったキャッチーな名前になったけど。羽ばたいて蹴るから飛び蹴りなんですね。そうなんですよ。うん、羽ばたいていきましょう。感じにするとね。そうなんです。うん、もう羽ばたいてもらえる選手が一人でも多くいれば、そうしましょう。嬉しい限りです。毎回言ってください、それ。わかりました。ありがとうございます。じゃあ今日は以上で。はい、じゃあ以上、またお願いします。では、ありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました。バイ。